霜焼けとは、体の一部が冷えたために、膨れて硬くなったり、その部分が痒くなったり、熱くなるような感覚を覚える現象である。霜もばれ、霜口、闘争、雪焼けとも言う。霜焼けは、寒さのために血行が悪くなり生じる炎症であり、手足など血管が細いししまったに発症しやすい。また、肌が外気に露出している方や、 鼻先や耳たぶも下焼けになりやすい部位である。よく、ジン,ジンと形容される感覚を起こしやすく、水がゆい、痛い、熱いなどと表現されることもある。指に発症した場合は、患部が固く膨れ上がる場合もある。患部を温めると、疼痛やかみが強く感じられることが多い。同様、焚き火にも歌われている、冬の季節病である。体質や遺伝も関係するが、下焼けになる。 大きな要因は1日の気温差と皮膚表面の温度だと言われている。総じて気温が摂氏5度前後で昼夜の気温差が大きい時期に霜焼けになりやすい。また手足の周辺の湿度が高かったり皮膚を濡れたまま放っておくと気化熱により皮膚の表面温度が下がり霜焼けになりやすい。そのため日頃から体が濡れたらなるべく早くしっかりと拭き取り、 靴は乾燥させ、手袋や靴下が濡れた場合は、早く取り替えることが予防に効果的である。また、先が細い靴や、ハイヒールを履いていると、足の指先が圧迫されて、血行不良になり、これもまた下焼けになりやすい。治療法には、摂氏40度くらいのお湯と摂氏5度くらいの冷水に、幹部を交互につける方法や、幹部を温めながらマッサージする方法。 トコフェロールを服用する方法などがある。初期の軽いものなら、ビタミン E を多く含む食品を食べることにより、1週間ほどで治ることもある。ジルチアゼムやニフェジピンなどの血管拡張薬が使用される。デシリットル、カンフル、メントール、ベンジルアルコールや、ユーカリ油が配合された塗り薬が、霜焼けクリームとして使用される。霜焼けの発症記録日本最南端は、 沖縄県のヤンバルである。下焼けと似た症状の病気に、抗原病の闘争状狼層や、全身性エリテマ等ですがある。ありがとうございます。